称賛と感謝はアッラーのもの、至高なるアッラーよ、我々が愛する預言者ムハンマド、その良き親族および教友たちの理解と名誉を高めてくださいますように、我々のウンマ、イスラム集団を害悪からお守りください。信者たちよ、アッラーはクルアン戦利品書において次のように述べておられる。信仰する者よ、アッラーと使徒の呼びかけに応えなさい。アッラーが使徒を通じてお前たちを生かすために呼びかけたときは、アッラーは人間とその心の内に現れることを知る。またお前たちは必ずアッラーに召集されるのである。信者たちよ、先週の言葉ではイスラームについての基本的なことを語ったが、本日はその続きである。アラビア語のイスラームという単語の意味は服従である。それについて愛する預言者イブラヒームへの命令について、アッラーはクルアン10章で次のように述べている。主が彼イブラヒームに向かって服従帰依しなさいと仰せられた時を思い起こしなさい。彼は、我は万有の主に従属服従帰依しますと申し上げた。この小説が意味するものとは、自分自身をアッラーのご意志に委ね従うということ、ないし従っているということである。我々は主王統治者立法者であられ、崇拝する神であらせられるのはアッラーだけであることを承知し、その御方によって定められた生き方に従うものであることを教えられる。まことに主はアッラーだけであるということを信じることは、イスラームがよって立つその宗教の基本的な特性である。イスラームの戒律はこの偉大な主題に由来し存在している。イスラームを強い大きな樹木に例えてみようではないか。強い大きな樹木は枝を広く張り、梢は天にも届くようである。そうした樹木は地上の大きさに見合って当然ながら地中深く広くその根を張っている。このイスラームという宗教は同様に生活のあらゆる事柄に広がりを見せているのである。人の生活に関わる事柄については小さなことにも大きなことにも及んでおり、現世と来世の両方について人の生き方を語り、目に見える世界のことと同様に見えない世界についての言及もある。また物質のことを扱うのみならず、思いや考えに関しても言及しているのである。それゆえ強く大きな樹木に例えるので、イスラームの基本的な特性に従い、信仰としてそのイスラームの基本的な特性を心の奥深くに植え付けることであり、その上で信仰を強くすることである。これが正しくイスラームを根付かせ発展させる源泉であり、これを通してのみ天地に広がる宗教の木を健全なものとなし得るのである。神はアッラーの身であるということを信じることが心の奥深くに至るとき、この信仰に関わる信仰行為はおのずと生活の全般に達するのである。これがイスラームが有する信仰の形となり、命じられている戒律とそれを守ることのゆえに信仰する者は幸せを感じるのである。まことに服従の精神こそがイスラームにおいて最初に要求されることになるのである。次のハディースを参照されるがよい。ある男が預言者様、祝福と平安をに、アッラーの御使い様よ、信仰とは何ですかと尋ねると、信仰の意味とは、神とその御使いを何を愛するよりももっと愛することであると答えられた。この服従ということをしっかりできて、信者は熱心にそれを喜んでイスラームの教えや戒律を学び従うのである。戒律に従うべき場面に出会えば直ちに従おうとする思いになるのである。酔わせるものを口にするな、することは禁止され、利息や賭けによる稼ぎは許されず、ジャヒール、クルアーンの啓示以前の日々の悪習は廃止された。それらはクルアーンの短い小説や預言者様、祝福と平安をの口から出た短い言葉によってなされたものである。今日の各国の政府が行う努力に比べてみるならば、立法、行政、警察の力、軍隊の力、そして報道をもって
大掛かりな規制を行うが、そこの社会には違法で禁じられたものがはびこり、制御が効かないでいるのが事実である。抑制が効かないでいるのが事実である。信仰の基盤に従い、預言者様祝福と平安を、まあ、人々に呼びかけた教えと戒律を信じ守ること、そうしたことの実現は全能のアッラーの英知の賜物である。アッラーの御使い祝福と平安を、まあ、人々に最初にもたらした啓示は、アッラーの他に崇拝する神はないと証明することである。そのことを人々に教えたのである。御使い祝福と平安をは自らそのことをしっかりと支え、アッラーだけに崇拝行為を行うことを人々に教えることに努力を惜しまなかったのである。アラブ人は自分の言語アラビア語に熟知し、イラー神の意味を知っている。また彼らはラーイラーハイラッラ、アッラーの他に神はないの意味を知っている。彼らは主権はアッラーのものであり、聖職者、牧場、富裕者、当事者が持つ特権は本来の所有者であられるアッラーに返還すべきであると承知し、アッラーのご意向だけが心の光であり、諸行為などの日々の事柄についてはアッラーからの教えと戒律の中に成功の鍵があると承知している。また彼らは信仰告白ラ・イラハ・イッラ・ラ・モハンマダル・ラ・スール・ラが属世の当事組織に対する抵抗となることを知っている。ところで属世の当事組織というものにあらゆる物事に及ぶ大きな力であり、アッラーの偉大な属性に相入れない面を有するものである。信者たちよ、信仰は多面的な要素からなっている。そこには御使いが何をもたらしたか、それを信じること、それを言葉で述べること、愛と服従でそれに従うことであり、時には公然とないし秘密裏にそれに従うことである。またできる限り信仰を人々に呼びかけることである。自分の信仰を確かなものにするためにアッラーだけに祈願し、善事を行い悪事を避け、アッラーだけを死と仰ぎ崇拝し、アッラーだけに崇拝行為を行うことである。その場合によっては公然とないし秘密裏に御使いに従い、そしてアッラーと御使い祝福と平安からではないものを峻別し、そこから自分の思いを引き離すことである。イスラームというまっすぐな教えの道だけに従うようにしたいものである。アッラーはクルアン介護証において次のように述べておられる。言ってやるがいい、お前たちの父親、子孫、兄弟、お前たちの配偶者、近親、お前たちが手に入れた財産、お前たちが不景気になることを恐れる商売、意にかなった住まいが、アッラーと人とアッラーの道のために奮闘努力するよりも、お前たちにとって好ましいならば、アッラーが命令を下されるまで待ちなさい。アッラーは掟に背いた民を導かれない。アッラーよ、私たちをイスラームの道から外れないようにお導きください。アッラーよ、預言者を頑張って平安に従いイスラームの教えを守るものにしてください。アッラーよ、私たちの信仰心を強くしてください。アッラーよ、日本中に世界中にイスラームを広められるようにお力添えください。アッラーよ、イスラームとムスリムたちのために奉仕できるようにお力添えください。アッラーよ、病気の者たちをおなってください。仕事のない者たちに良い仕事をお与えください。アッラーよ、仕事に成功を、そして安心と安全をお与えください。アーメン。